どうも皆様こんにちはこんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら？本日も、ウィキドット様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで、今回はどのレベルなのかしら？今回ご紹介するのは、レベル436、サルベージドシーボード、です。ここはどんなレベルなのか。早速見ていきましょう。まずはレベル436の基本情報です。レベル436こと、サルベージシーボード、のサバイバル難易度のクラスはハビタブルです。環境は安全で、塩基系は有害なものは存在しません。ハビタブルは安全であり、人間が居住可能なレベルに割り振られています。あと今回の情報は、ウィキドット、様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベル436は、レベル11と同様、安全な居住地と考えられていますが、この居住可能なレベルへの移動は、他の多くの基地のレベルへの移動よりも危険です。そのため、人口はかなり少なくなっています。このレベルは無限のビーチフロントです。ビーチは通常、白い砂とターコイズブルーの海で構成されています。海水温度や天候は不安定で、ほとんど何の前触れもなく、熱帯の環境から極寒の好天になることもあります。天候の変化は威圧的ではありますが、野営地や荷物が流される可能性以外には、生命を脅かすようなことはありません。このレベルでは、昼、と、夜、のサイクルが半規則に繰り返されますが、昼と夜の期間は天候のパターンに似て、不安定に変動することもあります。このレベルに入ると、放浪者たちは、キャプテンクルーと呼ばれる、海賊、グループによって、船長の桟橋、と呼ばれている大桟橋か、その周辺に到着することになるでしょう。次に、船長の桟橋、についてです。通常、このエリアは潜在的な新規到着者に最も近い桟橋です。レベル436の中で最も大きな桟橋であり、最も人口の多いエリアでもあります。桟橋自体には様々な店が入っており、ビーチのように無限ではありませんが、不規則に長くなったり短くなったりしています。そのため桟橋の上の店や建物が現れたり消えたり、稀に起きてしまうこともあるようです。各店舗には、放浪者やクルーのメンバーがいない限り、通常は誰もいません。最初の数件の店は、クルーによってほとんど物資が剥ぎ取られていることに注意する必要があります。ただし、新しく出現した店は、明らかに役立つするのに十分な速さのある人なら、誰でも物資を手に入れることができます。晴れた夜に桟橋の端まで行くと、かすかに幽霊のような海賊船を見ることができます。ほとんどの海賊船は、目に見えて損傷しているため、航行することはできないようです。本当の脅威には見えませんし、奇妙な出来事以外の何物でもありません。しかし、調査されるほど近づいたことはないようです。次にエコシステムと塩基系ね。前述したように、熱帯のビーチ環境から極寒の海まで、レベルは定期的に変化するわ。このため、あらゆる海洋生物やその周辺の生物は、両方の環境に対して十分な装備を備えていることが指摘されているようね。それぞれの動物の硬い外皮やからは、生き物を保温すると同時に、必要な時には皮膚または殻のすぐ下で酸素を驚くほど素早くろ過して動物を冷やすことで、体温を効果的に調節しているみたいね。レベル436で最も重要な生物は海藻よ。地球上で見られる海藻とは異なっていて、レベル436に自生する種は大きなパドル状の歯を持つわ。茶色がかった緑色で、紙ヤスリのような質感ね。好天で太陽が長時間遮られるような場合、海藻は水中の微量の化学物質を栄養にして自立することができるわ。事実上、この植物は独立栄養であると同時に科学的独立栄養でもあるのよ。この海藻は、レベル内の他のほとんどの生物が食べているわ。レベル81に由来すると思われる、他の様々な形の海生生物が海に出現していることが指摘されているの。レベルへの移動の詳細は未解明のままなのだけれど、彼らは通常、そのレベルの原住民によって殺され食べられるか、漁師によって捕獲されるわ。アーモンドの味がすると言われているわね。このレベルの固有塩基系は以下の通りよ。まずは塩岩イカね。一般に青い色彩を持つ海の軟体動物で、ザ・フロントルームズに生息するイカに似ているかはまだ知られていないわ。次はサメガニ。非常に大型の甲殻類で、タスマニア産のジャイアントクラブによく似ているわ。ザ・フロントルームズのバリエーションとの違いとして知られているのは、大きさ、行動、知能などよ。これらのカニは非常に目立つ泥棒なので、一般的には避けるべきよ。貴重品はすべてサメガニから見えないところに保管して、安全を確保すること。次はボラレス。レベル436の空と海を占拠する小さなサメね。体の上半身は褐色か茶色、下半身は薄い灰色か青に見えて、全体的に無害な生き物よ。ボラレスは、サメの特徴である舌がないにもかかわらず、高い知性とコミュニケーション能力を備えているわ。この動物もサメガニと同様、泥棒として知られている厄介なやつね。
だからボラレスの生息地場所は慎重に避けるべきであり、放浪者は全ての持ち物が適切に固定されていることを確認する必要があるのよ。リストアップされた各エンティテの性質については、この記事の掲載時点で、キャプテンズクルーの一頭公開シルアキルスがさらなる調査を行っているわ。以下を除けば、これらの生物は全てレベル436以外のレベル2まで進出することが知られているの。キャプテンクルーは簡単に手なずけているようなのだけれど、これらの動物を、手なずけ、用途しないことを強くお勧めするわ。クルーのやり方を真似ようとすると、何度も怪我をすることになるわよ。次に前哨基地ね。二つ確認されているわ。まずはキャプテンクルー。率いるのは、キャプテン、としか呼ばれない人物よ。一般的に非常に寛大ね。取引せずに資源を共有することもあるわ。特に、刑務所のウイスキーにどことなく似た、キャプテン特製のラム酒、のシェアを強調しているようね。シャンティの名手として知られるミュージシャンが多いわ。彼らの、基地、は、ほぼすべてキャプテンズピアの柱の間に貼られた間に合わせのハンモックで構成されているの。桟橋のいくつかの店は、桟橋から起きて回収された二つの建物を含め、建物に改装されているようね。彼らの海での生活は、激しい潮のような匂いと、内側も外側も富士壺が驚くほど早く堆積することで明らかよ。次にバックフィッシャーズです。10人ほどの極小グループです。彼らは釣りとザ、バックルームズの海洋生物の記録に驚くほど献身的に取り組んでいるようですね。彼らとの接触はほとんどありません。彼らからのコミュニケーションに最も近いものは、メンバーの一人とキャプテンとの一対一の話し合いだけです。彼らの大半は、キャプテンズピアから少し離れた桟橋に住んでいて、そこで店や建物を改装して小さな家を建てています。あまり社交的ではありませんが、敵対的でもないようです。彼らは通常、水面のあるあらゆるレベルで目撃されます。彼らは魚に集団的な関心を抱いているため、海洋生物に基づく情報を提示すれば、話し合いに応じる可能性があると推測されています。現在のところ、それを試みた者はいません。最後に出入り口です。まずは入り口です。このレベルには、レベル 7.2 まで行って泳ぎ上がることで入ることができます。このエントリー方法は通常、海から泳いで上陸することになりますが、砂の中を泳ぐことになる可能性もあります。また、天井から流れる水滴の下に身を置くことで、レベル43からもアクセスできます。約10分後、放浪者が目を開けると、桟橋にある店の一つに入っていることに気づくでしょう。さらに、このレベルは水や砂の多いほとんどのレベルから落ちることが可能です。最後に出口です。通常、海水が最も冷たい時に再び海に潜ることで、レベル7に入ることができます。桟橋の店に入ったり、桟橋の床板を突き破ったりすると、レベル5に落ちることがあります。もし資源が許すのであれば、ビーチから外に向かってセーリングすることで、多くの水に関するレベルに入れることが証明されています。それは、あれをやってるのか？ええ、録画しているはずです。準備万端です。ああ、よかった。俺はキャプテンだ。この、ビデオ、を見ているということは、おそらく俺たちを訪問したり、俺たちのグループに参加することに興味があるということだろう。私のクルーは、どうやら、トラップレベル、と呼ばれるものにいくつかの問題があるらしく、放浪者たちは訪問する前に俺が誰であるかを知りたがっているかもしれないと言ったんだ。次に何を言えばよかったんだっけ？ただ、しまった、忘れてた。パッチーに歌でも歌わせましょうか？ああ、それはそうだ。ちゃんと言ったか？ああ、よくやりました。というわけでレベル436の紹介でした。安全だけど、来るのが難しいレベルか。なんだか卑怯みたいな雰囲気があってよかったわね。物資を取られないように気をつけないと。というわけで今回はここまで、リクエストは概要欄、コミュニティの投稿、Twitter の自己紹介欄のリンクからどうぞ。ご視聴ありがとうございました。